身部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時典214部首では147番目に置かれる。身字は視覚によって外界の情報を得ることを意味する。日本語の見るであるが見ることを意味する字には他にミ、カン、持ちなどたくさんあり、ミは見えているという見る行為の結果に着目している。ちなみにミは見るという動作自体を意味し、 感は目的を持って見ること、持ちは遠くから見ること、感は注意深くじっと見ることを意味する。このうち、身が一般的に見ることを意味する字であるが、疑心以語になると感にも一般的な意味が生じ、やがて漢が身にとって変わって現代に至っている。その他、みには名詞として見解、見識といった意味があり、また助動詞として動詞の前で使われ、 受動の文法的意味を表す。また、弦に通じ、越見する、拝見する、現れるといった意味を表す。小文字はひざまずいた人の上に一つの大きな目がある、形であり、全体で人が目を開けて、物を見ている状態を強調していると思われる。変貌の意図としては見ることに関することを示す。見は、主に右側の作りや下側の足の位置に置かれる。見部は、 このようなイフを構成要素に持つ漢字を収める。また、簡体字ではの形が用いられる。み、ありがとうございます。